い、どうもビールズの鍵谷です。ですね、ちょっとまあいろいろね商品並んでおりますけれども、今回ご紹介したいのはこちらでございます。先日お知らせした、ビーレジェンドジャンボシェイカーのねブラック新しい方のご紹介です。でね、今までこちらのジャンボシェイカーあったんですけれども、新しいのも出ましたということで、まあただ値段はね、前のものと同じで1200円、で。なんですけれども、サイズは見た目ねちょっとやっぱり色も違うのもあって違うイメージになるんですけど、まあ同じです。600ミリ入るようになってます。であとまあ20オンス表示になっているので、だから600ミリ20オンスぐらいまで測れるってことですね。まあ音素表示でねあんま見る人いないと思うんですけど、まあ600ミリまで測れますよと。100、200、300、400、500、600っていう風に入ってますね。新しい方は100、150、200、250っていう形で50刻みでメモリが入ってますね。はい、これ多分映んないかな、映んないと思うんでまた別表示できたらと思うんですけど、はい、っていう形で、まあ、まず変わってますと。でね、あとはまあ色がね黒になってここかっこよくなってますよっていうのと、まあここにロゴが入ってね、ますよっていうのと、あとその蓋がね今までこの持ち手がなかったんですけど、結構僕持ち運ぶ時ねパチッと閉めてここ持ったりしてね運んでることもあったんですけれども、この持ち手がついたと、ここにね。で、蓋を開けて、あとこういう、ブレンドボールね、パウダーを混ぜ混ぜするボールがついたり、あとこういうメッシュね、がついたりすることによってですね、まあ、これ中に入れてねゴロ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 ってやるんですけど、まあ、よりダマになりにくいということでございます。はい、ということで、でまあこんな感じでね、今までこのプチプチでくるまれた形でジャンボシェイカーを送ってたんですけど、今度もう新しいこんな袋もねちょっと変わって、まあ、まあかっこいいってことないんだけど、まあこういうシールもついてね、こういうパッケージで送られる様子も変わりました。でね、実はねこの今まであった方のジャンボシェイカー、デメリットはね、これ僕ね何年使ってるかな、3年4年ぐらい使ってるかな、結構使ってもらってる方はもうご存知かもしれないんですけど、このね色剥げてくるんですよね。ここちょっと見てわかるかな、ほら剥げてくるね。だからこれがちょっとね難点だなと思ってて、でまあここね僕マジックでこう鍵谷って書いてあったんだけど、もうこれも消えちゃってるけど、まあこのマジックが消えるよりは消えないけどね、さすがに。だけどやっぱり消えちゃうというデメリットもありました。ちなみにこれは僕今日トレーニングと思ってビーレジェンド BCAA を 20g か 30g ぐらい入れて、まあここに水を足してね、トレーニング中飲もうと思ってちょっと今日用意してたものなんですけれども、まあそんな感じで、ございます。でまあプロテイン、シェイクして飲んでもらうっていうのもそうなんですけど、僕今ねやったみたいにビーレジェンド BCAA を入れてワークアウトドリンクとして飲むっていうのもそうだし、こういうふうにスポーツ&リカバリーなんかをね入れて、ワークアウトドリンクとして、あるいは運動中練習中にね飲んでいただくっていうのもいいんじゃないかなと。まあ練習中飲むんだったら特にねこの持ち手のついた新しい方のシェイカーはすごく重宝するんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっとね、まあ実際どういう風に溶け方とかがねどう違うかっていうこともちょっと今回実験してみようかなと思って、両方のシェーカーで同時にねプロテインを作ってみようと思います。でね、まあ何しようかなと思ったら、まあ、ベリーでねいってみようかなと思います。でもうすでにね 200cc お水入れてあります。もうさっき気づいたかもしれないけど 200cc もう入れてありますので、溶け方も公平にしたいからだいたい1杯ずつ入れていきましょう。ですよ。1杯、よし。2杯、2杯、3杯、3杯、4杯、4杯。はい、ということで、でこっちの新しい方はまずここでブレンドボールを入れてですね、でメッシュ入れてですね、で蓋を閉めますよ。はい、でこっちもジャンボシェイカー、既存のジャンボシェイカーも閉めますよということで、まあ一応ねどっちもいつも通りローリングシェイクからの普通シェイクで、おカコカコ言ってますね、新しい方やっぱり。ほい、こんな感じ。さあわかるかな、どっちも違い、なんかね若干太さが違うからあれだけど、今まであったジャンボシェイカーは
まあ1センチ弱7ミリぐらいの泡で、新しい方はちょっと泡立ちが多い、1センチ2ミリぐらいかな、12ミリぐらいの感じだと思います。開けてみるとまあこんな感じ、こんな感じって言っても分かんないよね。蓋もちょっと取ってみようか。ブレンドボールが浮かんでます。はい、こっちも開けてみよう。まあダマはどっちもないよね、全然ダマはどっちもないです。まあ、あの新しいのだからより溶けたというよりも、そもそも B レジェンドが溶けやすいので、まあ、あんまり影響ないかなと。じゃあちょっと実際ね飲んでみましょう。まず今までの方からね、開けました、飲んでみます。ちょっと待って、蓋がメガネにつきそう。うまい。そういう検証じゃないよね。よし、こっちも飲んでみよう。いただきます。うまい。あれ、なんかなんだろう、違うぞ。何が違う？うん、分かった。口だ、飲み口。今までの方はまん丸なんだけど、新しい方はちょっと楕円形になってるでしょ。だから楕円形になってる方がちょっとやっぱり口の中にシュッとフィットするから飲みやすいな。うん、飲みやすい。まああんまりちょっとした差だけどね。まあただベリーはうまい。うん、はい、まあ違いは今言ったぐらいですね。まあ口、飲み口が違うとか、うん、泡立ちは若干こっちの、 あの新しい方が多かったですね。こっち1センチ弱ぐらいで、こっち1センチ強ぐらいだったんで、多分ねこのブレンドボールなくても溶けるし、メッシュもなくても溶けるのに、あるから余計に泡立ってるんだろうね。うん、ダマ。でもそうか、こうやって見ると少しだけポツポツっとなんかダマがついてるけど、こっちはまあないね。そういった意味ではやっぱり溶けてるのかもしれないね。はい、まあでも本当にそれぐらいの差です。だからまあまあ見た目以外ね、若干今違うポイントを説明しましたけれども、まあそれほど大差はないと思いますので、まあただね、皆さんまあお気に入りの方をね、お買い求めいただければいいんじゃないかなと思います。もう結構ねこれインスタ映えするからなのか、あのインスタとかでねもうあの上げてくれてる人がたくさんいてですね、あの早速使ってもらってるんだなと思います。あのスイカとかもね結構インスタ上がったりしてたの、あのツイッターとかも上がったりしてたので、ありがたい限りですね。ぜひ皆さん、まあ、新しいシェイカーねお試しいただいて、 B レジェンドもね SNS なんかに投稿していただければと思います。はい、ということで、まあ、この動画ねよかったらグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとお友達にシェアの方もぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、まあ、概要欄にねこちらボトルの URL 貼っておきますので、ご興味ある方はプロテインと合わせてお買い求めいただければいいんじゃないかなと思います。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。